どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ちょっと皆さんにお知らせしたいホームページの新しいページが1枚できました。それはですね、どんなページかというと、ガズのわがままウクレレ、いつもガズが使ってるこのウクレレなんですけど、ベトナムで、ベトナムでウクレレ職人モジャ君が一本ずつ手掛けている、オールハンドメイドオールタンバのこのウクレレの、これセミオーダーっていうのをシステムっていうかサービスっていうかが今始まっておりまして、結構なこのオーダーをいただいております。本当ありがとうございます。今ご注文いただいて待ってくださっている方もね、いると思うんですけどね。わがままウクレレも含めですけど。ですね、このね、セミオーダーウクレレっていうのはね、いろんなこうパーツをこの選べて、自分だけのセレクションの世界で一本のウクレレができるっていうことなんですけど、やっぱりそうは言っても、何がなんだかわからないじゃないですか。一応ホームページではこう選べてね、こんなような特徴、木材の特徴がありますってことは言ってたんですけど、今回、新しいページというのはですね、そのセミオーダーをご依頼いただいたウクレレを、作った本人、つまりこのモジャ川上くんが自ら解説して、この特徴だとか木材による音の感じとか見た目とか、なんかそんなようなことをレビューしているという、そういうですね、協力いただいた皆さん、オーダーしていただいてね、この協力していただいた皆さんありがとうございます。でもこの動画見たらね、セミオーダーのことよくわかりますね。あとみんな塗装がね、すごいんですよ。塗装とか、その何、アバロン街のこういう、なんていうか、ポジションマークのね、感じとか、もう全然セミオーダーだとも世界観が変わるんでね、ちょっと興味ある方、興味ない方もね、面白いかもしれない。木材の特徴とかって結構ね、こだわってその説明もね、モジャ君ね、ほんとね、変な話ですけど、喋るのがその得意ではないんですけど、そのこと楽器のことに関すると、もうすごくやっぱり伝えたいことがいっぱいあるんで、もう彼もすごくいい説明してくれてるんで、ぜひこのページご覧いただきたいです。ガズレレ公式ホームページのトップページももちろん載ってますけど、ここにも直接そのページのリンクを貼っとくんでね、あと概要欄にもその URL を書いておきます。このですね、 G ラボとね、ガズレレの手掛けてるこのセミオーダーウクレレですけど、実は私もですね、まだそれ直接お客様がオーダーしているものなんで、僕は触ったこと実はないんですよ。だから今回僕もそのモジャ君のこの説明動画を見て、なんかおーなるほどとかに見たぐらいのやつでございますんでね、これ今僕のガズモデルも今モジャ君に今作っていただいてる、その方もね、また経過をまたご報告しようと思うんですけど、ぜひ皆さんこのセミオーダーどんなもんかちょっと一回見といてくださいね。はい、そんなわけで今日はそのセミオーダーウクレレを紹介している新しいガズレレホームページの1枚ができたよという、そういうお知らせでございます。今も言ったんですけど、ガズの初めてウクレレとガズのわがままウクレレ、今、わがままウクレレとセミオーダーは予約受付中です。現在予約受付中で、ガズの初めてウクレレは、ご注文いただいたら即座に発送ということになってますんで、ちょっと待っていただいた方、ぜひホームページ、ガズレレホームページ並びにこの概要欄にも貼っておきますが、ここにも貼っておきますね。その G ラボのページ貼っておきます。そこではチューナーとか、この度新しく出たガズレシピの本とかもね、販売されてますんで、合わせてぜひご利用ください。あと、期間限定なんですけど、これもやってます。ガズとのマンツーマンウクレレレッスン。これはいいですよ。もうマンツーマンでズームでやりますんで、もう皆さんのね、もう私、お医者さんみたいに、あそこの手首のところはこうじゃないかな、あそここの角度をこうした方がいいんじゃないかなって、こうマンツーまでもうあっという間にいろんなことが分かって、しかも宿題もたっぷり出しますんでね、その楽しいウクレレレッスンになるんじゃないかと思います。マンツーマンレッスンも概要欄とかに貼っときます。よろしくお願いします。それでは今日はお知らせ動画になったんですけども、楽しいウクレレライフ過ごして、今日音楽が日常生活にあるっていうのは最高ですからね、家庭音楽楽しんでいきましょう。それでは皆さんごきげんよう、さよなら。